私、マチコさんの千秋です。はい、マチコさんの千秋。はい、あのマッチングアプリの山岡さんですよね。いや違うけど。え、でももじゃもじゃした頭でヒゲが生えてて、ここで待ち合わせって。あ、多分それ僕です。あなたが山岡さん？すみません、人違いでした。いえいえ、会えてよかったですね。はじめまして、山岡さん。思ったよりも背が高いんですね。千秋さんこそ、思ったよりも可愛らしい。嬉しい。じゃあ、行きましょうか。はい。いやー、こんな自分好みの素敵な人に会えるなんて、マチコさん様々ですよ。私も。マチコさんは私たちの恋のキューピッドですね。なんなんだ一体、マチコさんって誰だ。あたしだよ。だあ、人を見てうわーはないだろ。あんた失礼だね。すみません、あなたがマチコさん。いかにも、私が伝説のハワイの占い師マチコでございますよ。そうか、俺は春日一番だ。なんだい。いや、さっきのカップルがマチコさんのおかげで出会えたとか言ってたからさ、あんたすごい占い師なんだって思って。何言ってんだい、私の占いなんてインチキさ。恨まれたことは数知れずだが、感謝されたことなんて一度もないよ。え、インチキ。ああ、もし私が本当に占いができたなら、人の恋なんてどうでもいいことなんか見ないで、株か FX でもやりますよ。じゃあなんでマチコさんに感謝してたんだい、あのカップル。ああ、それはきっとこれだよ。なんだこれ。マッチングアプリだよ、私が作ったね。作った。ああ、ほらアプリの名前見てみなよ。マチコさんって書いてあんだろ。ほんとだ、あたしの名前から取ったんだよ。マッチングだからマチコさん、ベストなネーミングだろ。あのところで、マッチングアプリってのは。え、あんた知らないのかい。マッチングアプリ、マジかい。すまん、そういうの疎くてよ。マッチングアプリってのは出会い系アプリとも言われるものでね、主に異性が出会うために使うアプリだよ。自分の思考とかを入力すると、このアプリを使ってる他のユーザーが見てくれる。そして興味を持った人がいれば連絡をくれるって代物さ。もちろん自分もお好みの人に連絡することができる。要はオンライン上の出会いの場ってところだね。なるほど。で、気に入った人に連絡を取って、その後はどうなるんだ。メッセージをやり取りして、こいつはダメだと思ったら切られるし、いいなと思ったら約束をして実際に会うというケースが大半だね。マッチングアプリはあくまでリアルな恋人や異性の友達を探すのが主目的のサービスだから、実際に会うのが一つの目標さ。会った後は？そりゃ当人次第だけどね。
だいたいデートしていいなと思ったら付き合うんじゃないの。クソだなと思ったらそれっきり。その後結婚するカップルもたくさんいるし、ただのちょめちょめ目的の男女もいるし、まあいろいろだよ。ちょめちょめ、ああちょっと興味を持ったかい。いや別に。それよりよくアプリなんか作ろうと思ったな。あたしだって作りたくて作ったわけじゃないけどね、本業の占いが儲からないから仕方なく始めたんだよ。ずっと占いとか恋愛相談とか人の恋路をネタにして金を稼いできたんだけど、最近の子ってネットに精通してるだろ。高い金払ってこんなババアに相談するような情報に疎い子最近あんまりいないんだよ。だから生活が厳しくなっちまってね、それで始めたのさ。作るのは大変だったけど、これなら私の経歴や経験も活かせるし、何より儲かるって噂だしね。なるほど、すげえな。まあでもまだ完成とは言えないけどね、バグもたくさん残ってるし、ベータ版ってところかね。ベータ版？あんたにわかるわけないか。まだ完成前のテスト運用中ってことだよ。本来は全世界向けアプリとしてリリースしたいんだが、今はとりあえずハワイに絞って実験と改善をしているんだ。ほう。でもなかなか登録してくれるユーザーが増えなくてね。特に最近は男が足りてないんだよ。ユーザーが多くないと改善点が見えてこないから、募集を強化したいところなんだが。そうだ、あんたやってみないかね。え、俺？ああ、なんかモテなさそうだし暇そうだし、ちょめちょめもしたいんだろ。サンプルとしてはもってこいだ。何言ってるんだよ、ちょめちょめとか興味ねえし。それに俺には心に決めた人がいるんだよ。だから他の誰かにモテなくたっていいんだよ。こいって童貞臭いこと言ってるんじゃないよ、このおっさんが。そんなこと言ってるからモテないんだよ。どうせその心に決めた女にも振り向いてもらえてないんだろ。え、なんでわかるの？占い？そんな占わなくてもわかるわ。誰かを思うのはいいけどね、それを理由に自分がモテないことを正当化しちゃダメだよ。そもそもだけどね、いろんな女にモテた方が本命の子を狙うにも一番いいんだよ。え、どういうことだよ。例えばあんた買い物に行った時、人気のマグロの刺身と不人気のマグロの刺身があったら、どっちを買いたくなる？人気の刺身。そうだろ、それと同じだよ。誰にも見向きもされない男より、他の女にも人気がある男の方がいいに決まってるだろ。誰からも買ってもらえないまずそうな不人気マグロですけど、誰よりも買ってほしい気持ちは負けません、なんて言われても買わんだろ。でもよ、一途っていうか純粋な愛情がやっぱり大事なんじゃないかと。かあ、何が純粋な愛情だ、シャラクさん。100歩譲って、純粋な愛情が大事だとして、あんたそれを貫いてうまくいってんのかい？言ってないです。ほれ、見たことか。私の占いはインチキだけどね、あんたの未来だけは見えるよ。このままじゃあんたはその子と一生一緒になれないでしょう。未来覚醒、残念。
そんな、じゃあどうすりゃいいんだよ。だから言ってるだろ、こいつに登録すればいいんだよ。こいつでいろんな女の子と駆け引きを経験して立派なモテる男になる。それはあんたの思い人と添い遂げられる唯一の手段だね。でもよ、いろんな女の人と話すんだろ。それって浮気っつうか。バカかあんたは。そもそもその女と付き合ってもいないのに浮気もクソもないだろ。浮気は彼女とか奥さんがいないとできないの。あんたには浮気する資格もまだないの。悲しくなってきた。とにかくあんたが男を磨くにはいろんな女と交流するのが一番だってことさ。あんたが経験を積んで立派な男になる。それが結局あんたの思ってる女のためにもなるんだよ。アンダーソン。本当かな。とにかく百聞は一見にしかずだ。まずは一回お試しでやってみな。な。まあお試しくらいなら。よし、じゃあ行こう。私の事務所にレッツラゴを変えられるよ。プロフィールを編集できるよ。どんどん課金するんだよ。あんたの出会いの記録だよ。これでどうだ。よっしゃ。よし、目指すはデートだ。よろしく。微妙。
まずいだろうこれ。いいね。よっしゃ、いい反応だ。どう？そうだな、これにしよう。なんて返そうか。いいぞ。嬉しい。よっしゃ、いい反応だ。はい、どうぞ。なんて返そうか。これだ。そうだな、やったぜ。面白い。喜んでもらえたみたいだ。どう？ここはスタンプだ。嬉しい。よっしゃ、いい反応だ。ありがとう。よし、全力でアピールだ。なんて返そうか。いいぞ。へへ。よし。へへ。やったぜ。よし。いいぞ。頼む。どんな子か楽しみだな。遅かったの。じいさんじゃねえか。こんなはずでは。どうだい、初めてのマッチングアプリ体験は。いやはや、なかなか奥が深いな。自分を魅力的に見せる会話ってのは思った以上に難しいもんだな。そうだろう。自分ってのは分かっているつもりでも、いざ人に伝えようと思うとうまく言葉にできないもんなのさ。対面だと容姿や雰囲気で伝えたりごまかせる部分もあるけど、アプリだと言葉だけだからね。より言葉が重要になってくる。人間性ってのは結局そいつが何を言うかなんだよ。
アホの言葉はアホな言葉になるし、誠意あるやつの言葉には誠意が宿る。言葉は人間を映す鏡なんだ。だから普通に出会うよりマッチングアプリの方が人間性で相手を選べると言えるのかもしれないよ。なるほどな。言葉は人間を映す鏡、そいつが何を言うかで人間性が決まるか。あ、なんか思い当たることでもあんのかい。なあ、俺その好きな子にひでえこといっぱい言っちゃったみたいだよ。もちろん自分としては思いを真剣に伝えたつもりだったし、悪意も大もなかったんだけど、結果的に俺の言葉でその子に嫌な思いをさせちまったんだ。だから言葉の大切さってのはよくわかる。真剣に思ってればいいってもんじゃねえ。ちゃんと伝えないとダメなんだよな。少し分かってきたようだね。大丈夫。このアプリで誰かと、そして自分と向き合えば、きっとあんたの魅力を正しく伝えられるスキルが身につくはずさ。あんたは多分いいやつだよ。不器用なだけ。ちゃんと伝えられるようになれば、きっとその子も振り向いてくれるさ。本当かよ。ああ、私の占いは当たらないけどね。勘弁してくれよ。本当はあんたから登録料とかがっぽり騙し取ろうと思ってたんだけど、気が変わったわ。私はあんたの恋を応援する。登録料はなしでいいよ。え、マジかよ。ああ、あんたは貴重なサンプルユーザーだしね。金もぼったくれるほど持ってなさそうだし。ありがとうよ。あ、でも勘違いしないでおくれよ。全部無料とは言ってないから。このアプリは課金制でね、課金すればするほどあっさり相手を落とせるように作られているんだよ。課金しなくてもうまくやれば全然大丈夫だけど、課金したかったらその分は自分でしな。そこまでは面倒見れないからね。なんだよ、課金しねえとうまくいかねえとか、詐欺じゃねえのか。何甘ちょろいこと言ってんだい。そもそもこれは商売、ボランティアじゃないんだよ。きちんとアプリをアップデートし運営を続けるにはすごい金がかかるんだ。基本無料って書いてあるからって、何でもかんでも無料で楽しめて当たり前、無料で 100% 楽しめるなんて思わないことだね。最近多いだろ、大して課金もしないくせに、運営がミスしたらやれクソゲーだ、やれわびしよこせだ、本当にけしからんよ。どれだけアプリを作るのも運営を続けるのも難しいと思ってんだ。たくもんとにもこれやで。あんたは何を言ってるんだ。ああ、こっちの話気にしないでくださいな。とにかくこれからも頑張ってマッチングするように。愛する女を振り向かせたいんだろ。ここハワイで男を磨いて、その女子に再アタックだよ。いいね。わかった。